こんにちは。今日はですね、じゃーん、スイートと美人百花が発売日だったので買ってきました。今日はこの付録を紹介していきます。まずはこちらのスイートの方から紹介していきます。先月号に引き続きスナイデルの付録です。春色コスメセット&花柄ポーチ、あ、ポーチも付いてるんですね。じゃあ開けていきます。オープン。おー、す、あ、あれ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 、これは先月号のものと似てるけど、先月号のものがこちらで、今月号のものがこちら。なんとなくわかりますかね。でね、この柄がちょっと違うんですよね。セットでね、使えるかなと思います。こちらの大きさが、縦が 12.5cm、横が 20.8cm。 私はこれだったんですけど、人によってちょっとずつね、柄は違うみたいです。で、今回入ってきたコスメがこちら。こんな感じで入れてもおしゃれですね。全部で4つです。こちらがアイシャドウパレット、こちらがリップ&チーク、リップグロス、そしてこちらもクレヨンアイカラーです。今回は大好きだけどハードルも高いピンクを誰が使ってもおしゃれになるようにっていう風にデザインされたコスメみたいです。アイシャドウはこちら、プラスチックのパレットに入っていて、せーの、それ、じゃーん、かわいい。こちら側が鏡になっていて、4色のアイシャドウパレットです。薄ピンク、ビビッドピンク、ブラウン、ゴールドになっています。でチップもね、両方使えるチップが入ってます。で、このアイシャドウパレットは上下2色で組み合わせればグラデアイに仕上がって、ビビッドピンクにゴールドを混ぜるとブレツヤっぽく見えたりとかね、いろんな組み合わせができるみたいですね。手の方にまずは塗ってみます。あ、すごい、なんかね、アイシャドウがすごいしっとりしてるので質感がいいし、なんか飛び散る感じもないですね。と、発色も結構いいかも。この、あ、めっちゃブラウンおしゃれ。薄ピンク、ビビッドピンク、ブラウン、ゴールドです。すごい、なんかブラウンがめちゃくちゃ綺麗な色なんですよ。特にね、ブラウンがすごいね、艶っぽく見えるんだけど、ギラギラしすぎないというか、すごい綺麗な輝きが放てと放せそうです。放て。そして続いてがこちらのリップ&チーク、パカッと開けるデザインになっていて、クリーム溶ける、なんか触るとジュワーっととろける感じがあります。すごい綺麗、さらっと塗れます。広げてみよう。広げた感じがこちらです。ジュワッとした感じのほっぺに仕上がりそうです。少しね、オレンジがかったようなカラーなので、ヘルシーな感じに仕上がるかなと思います。オレンジ寄りのコーラルピンクで、肌や髪、瞳の色によって見え方が変わるけれど、使う人を選ばず似合う万能カラーだそうです。そしてこちらがリップグロスです。サーモンピンクのようなカラーなんだけど、お、かわいい、ちょっとオレンジっぽいですね。スナイデルのチームスタッフ6人が実際にメイクをしてみて、全員がこれがいいと一致した絶妙のカラーグロスだそうです。6人いたらね、肌の色とかもちょっとずつ違うだろうし、目とかもいろんな人に合うカラーなのかな。そして最後がこちら、じゃーん、クレヨンアイカラー。これね、すごいよ、すごい綺麗なカラーになりそう。こうくるくる回したら出るようになっています。おお、さらっと描ける、細くも描けるかな。一番細いとこれかな、一番細いとこれで、太いとこんな感じ。はい、深み、赤みのあるボルドーはメイク、引いてはファッション全体もスタイリッシュに引き締めてくれるおしゃれカラー。確かにな、なんかおしゃれな人ってボルドーっていうイメージはある。リップやチークで色気のある血色を演出するもよし、柔らかい芯でまぶたに引っかからずにスルスル描けるので、アイメイクにアクセント使いするのもおすすめということです。雑誌の中なので見せられないんですけれども、このコスメだけで1週間メイクがねされてるんですよ。月曜日、水曜日、火曜日、なんでずれた、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日って。土曜日のこのメイクで甘めピンクで可愛くというものをねやってみたいと思います。
ちょっとその前にこちら美人百花をね先に紹介したいと思います。じゃーん、バナナヘアクリップ&ヘアゴムセット、せーの、ダダーン。こちらがね、バナナヘアクリップですね。こんな感じです。すごい使えそう、かわいいね。リボンになってて、ここにねアーカーのロゴが入っていて、サイズ感だと iPhone X と比べるとこのぐらいの大きさです。思ってたよりもここのクシュクシュの部分がね細かったんだけど、でもとってもかわいい。クローバーがリボンについてます。結構ねゴムとか買う時もリボンのものすごい買っちゃうから、ちっちゃくなんだけどアーカーって入っててとってもおしゃれです。こんな感じになっております。でさ、今回さ、そのアーカーのアクセサリーもね紹介されてるんですけど、それがねすごい可愛くてね、なんかレインボーのねジュエリーがあるんですよ。めっちゃ可愛い、レインボーカラーのラブオール35万円。あ、このアイスのやつも可愛い、46,000円。こうやってねアーカーをねお手軽に体験できるのはいいですね。それでは実際にメイクと髪の毛をやってみたいと思います。はい、メイク落としてきました。今ベースメイクとあと眉毛だけやってる状態です。今回やっていくのは甘めメイクです。ゴールドのカラーを上まぶたにのせていきます。次はこちらのブラウンで際にねのせていって目元を引き締めます。次はこの薄ピンクを涙袋に入れていきます。涙袋がねすごい浮いちゃうんですけど、このピンクはね薄くてもあんまり浮かないで自然な感じに仕上がりました。次にこのピンクの濃いピンクのカラーを目尻の4分の1だけにのせていきます。これでね目は完成です。唇はこちらを薄くね全体的に塗った後に、こちら一応クレヨンアイカラーということなんですけど、唇にも塗れるみたいなので塗って、内側に塗ってグラデリップにします。そこまで色が濃いわけじゃないのでナチュラルなんだけど、でも唇のトーンをワントーン上げてくれるような感じがしました。オイルではないんだけど、オイルみたいな塗り心地でなんかサラサラとしててベタつかないです。保湿力もねあります。で最後チークはこちら、チークはこんな感じでなんか日焼けチークみたいな感じでのせていきます。ちゃんと少量でも伸びてくれるので塗りやすいというかつけやすいです。レース着てみます。こんな感じで仕上がりました。レースって書いてあったのはレースにレース着て、ちょっとただくるりんぱしてゴムで結んでこれで留めただけなんですけど、こんな感じにしてみました。とアイメイクはこんな感じです。ということで今回は5月号の美人百花とスイートの付録を紹介しました。スイートは880円で、美人百花は820円です。特にねスイートの方はコスメすごい使えるものばっかりで、スナイデルだし、パッケージも可愛いし、いろんなメイクができるし、メイクの方法も載ってるのでおすすめです。美人百花もね、ただこれポコってつけるだけですごいおしゃれになったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。